疲れです。8時6分。はい、もう朝。新しい朝が来ました。希望の朝です。今ですね、104テロップ入れました。はい、104。結構きつい。104。この波分かりますかね。この波、細かい波。いや、ちょっともう神経ちょちょ切れそうです。しかもね、重いしね、パソコン。いや、ほんとね、こう毎回ね、なんかこのアドビプレミアエレメンツ16 15、これね、レンタリング毎回しないと追いつかないっていう。なんかもうコマがね、なんか重なったりとか意味わかんないバグが起こるんですよ。毎回レンタリングしないと。毎回レンタリング嵐ですね、これ。どんだけレンタリングセンターがあんねんと。ちょっとね、このレンタリング結構ね、重かったりするんですよ。で、毎回毎回その映像確認してやるんで、めっちゃ遅いっす、マジで。まあ来年はですね、まあプロモーションそんなしないと思うんですけど、まあ、あの高スペックのパソコンをちょっと1台買いましょう。 4K も余裕でいけるぞ的な、ちょっとね、さすがに動画編集きつい、これは。毎回レンタリングですからね、これね。で、こんだけ、ま、結構編集するとこのレンタリングだけ待つんですよ、ずっと。どうなんだろうって。まあアドビ多分ね、おそらくなんですけど、まあアドビプレミアム CC の方が力入れてるんで、これまあ家庭用ですから、まあまあまあね、全然まあ編集はねできますけどね、これでも。まあメリットデメリットですね。メリットデメリットでございます。まあ、これを買った理由は Mac でもね、編集するっていう名目で買ったんですけど、まあ、その Mac で編集するのが困難っていうね、うん、重すぎる。まあ多分ちょっとぐらいだったらいけるんですけど、もうほんとね、4カメ3あじゃあ3カメ2カメとかで編集していくのはMacBook Pro だときついと思いますね。あの15インチのフルじゃないと。13インチはちょっと無理だと思います。いや、ほんとレンタリング重い、これ。これレンタリングした後また確認しないといけないですよね。8時。今日ちょっとほんともう疲れた。まあでもね、ちょっと思ったんですけど、やっぱ映像作ってて思うのが、まあその映像に命をなんか吹き込んでる感じはしますよね、テロップ入れることによって。うん、全然やっぱ違うんで。ただすい
きました。テロップ入れるだけでやっぱ全然違ってくるんで。30秒ですね。まあ、これが何分あるんだ。これ20分あるんで、あと15倍、あ、じゃあ3倍、うん、今4分、うん、あと3倍か。僕はね、チョコさんに試されてますからね、ちょっと頑張んないといけないんですけど。あー、きつい。でもね、あのライティングの方はね、もうだいぶもうほぼで全部出来上がってるんであれなんですけど、寝て起きて仕事して、寝て起きて仕事して。動画撮ってね、休憩中も動画撮って。まあちょっと髪取ろうと思います。もう8時なんで。もうカリカリですね。カリカリ、トキトキ、マチョマチョ。チョリチョリ。よし、ちょっと寝よう。寝ます、はい、ちょっと髪を取りたいと思います。髪、髪取りますよ。髪というかもう寝ますけどね。目が痛い、もう朝。もうこっからね、こうブワーッと入ってくるんで、眩しくて無理なんですよね。はい、ロフトでございます。ロフトでございます。よいしょ。ここで一人で寂しくいつも寝ております。あ、あれ電気つけっぱなの、電気つけっぱなの。あれ昼だからよくわかんないですね。乾燥やばいですね。加湿器ずっとつけてるんですけど、すぐねもう乾燥になっちゃいます。あ、そうだ、これ水補充しとこう。すぐもうほんと乾燥のスピードが半端なく速いですよ。めちゃくちゃ乾燥するからね。
分外が外すげえ乾燥してると思います。本当にいやなんかもう iPhone が僕の相棒ですね。よいしょ、 iPhone が相棒です。iPhone ちゃん、そのうち僕ね、シャリだっけサリだっけわかんないけどよいしょよいしょ、あ、これなんで人間って寝ないといけないんですかね。なんで人間って寝ないといけないんだろう。まあ寝なくてもこう回復するものってないんですかね。ね。でもまあ疲れますよね。ずっとパソコン見とったら。今日何時間だ。おそらく15、6時間はパソコン見てたかもしれないですね。はい。ということで。寝たいと思います。